こんにちは。水の体積が、どうして中の体積の3分の1であるかという動画を、先日アップしたら、コメント欄に質問をいただきまして、なぜ、円の面積は πr2 乗なのですかと、ご質問いただいたので、ここでそれに対して、お答えの動画を作りたいと思います。でその前にまずその水の体積が中の体積の3分の1である理由を小学生に説明するには、立方体を、6つの合同な背の低いピラミッドに分けられるのは、容易に想像がつく。でそしたら、このピラミッドは立方体の6分の1の体積で、じゃあ高さが同じ直方体で言うなら、ちょうど半分にしてあげれば、立方体を半分にしてあげれば、底面積が同じ、高さが同じ直方体ができて、当然そしたらこのピラミッドはその直方体の体積3分の1だよね。ということで、水位が3分の1であるのは、この立方体に限り説明がつきますというふうに動画の中で言ったら、ご指摘を受けまして、直方体でもちゃんと説明がつきますよと言われたんで、直方体での説明も、考えてみましたと。で、その直方体での説明の前提として、直円錐っていう言葉があるんですが、それは中心の真上に頂点がある錐と、斜めに、中心の真上にない円錐があって、高さが同じだったら、この2つの体積は同じだよということをまず認めてあげなければ、直方体の場合の説明がつかないんで、高さが同じだったら水の頂点はどこにずれても体積変わらないということをまず、認めなければいけませんと。それには、まず平面図形の時の底辺と高さが同じだったら三角形の面積が変わらない。これは透析変形といって、小学生にも説明がつきますし、もう中学入試高校入試しょっちゅう使う手法ですと。でこれはもうまず認めますと。もう証明も簡単にできます。今しませんが。そうすると、じゃあ、水の体積っていうのをどう捉えるかといったときに、こう、スパンと切ると。そうすると薄い1枚のスライスができると。で、それをどんどん積み重ねていってできたのが、この水の体積と考えたときに、切った面の面積が常に等しいんだったら、斜めに行ってようが、体積は同じだろうというふうに考えていいんじゃないかなということで、斜めになった水、スパンと切った時に断面積、これ同じです。斜めになっていても、切り口はこれ円です。なんか斜めになっていると切り口楕円のイメージ持っちゃう人いるかもしれませんが、水じゃありませんが、この中斜めにしても当然この100円玉の形が変わるわけじゃなく、断面は常に円です。水も同じで断面は円です。で当然これとこれの比と、これとこれの比は等しいので、三角形の相似から。なんで、これイコールこれです。ということは、半径の同じ円になるので、断面積等しいですと。じゃあ、横にスライスして切った面の面積が等しいならば、どこで切っても等しいならば、体積も等しいだろうということは、認めていいんじゃないかなと。ということで、頂点は高さが同じだったら、どこにずれても、水の体積が変わらないということは、これはじゃあ一応認めましょうと。とするならば、一般的な立方体という特別じゃなくても、一般的な直方体でも説明がつきますと。で、直方体よりもさらに簡単に、まず半分にスパーンと切って、この三角柱だけで考えてみたいと思います。そしてこの三角柱を、この対角線からスッと頂点に向かって切ると、ここに一つ三角錐ができますと。で、この三角錐の底面が、これ。で、この頂点からさらにこっちの方に向かって切ると、ここにも三角柱ができますと。で、これとこれ別に合同じゃありませんが、合同ではないが、底面積、底面は全く等しいです。底面等しくて、高さもここからここまで。で、こっちもここからここまでと。いうふうに、底面は同じで、頂点の伸びていく方向が違うだけの2つの三角錐ができます。ということは、これとこれは等しいと。で、そう切るともう1個向こう側に、錐ができているんですが、それ見やすいように、これちょっと、
でやると、そうすればここが実線になって、向こう側にもう一個錐ができますと。で、そしたら今度これを、こっちを底面にして、まあ、横に倒してあげると。そうすると、三角錐のいいところは、四角錐は、底面はこの正方形の部分だけですが、三角錐っていうのは、どの面も三角形なんで、どこを底面にしても三角錐ですと。ということは、どこを底面にしても構わないと。そうすると今度、ここの長方形を切った切り口を底面にしてやって四角錐ができますが、それの2つが、に分けられると。そうすると、さっきこれとこっちは同じだったと。で、今度、この対角線で切った長方形の、こっちを底面とした三角錐。で、頂点ここ。で、こっちを底面とした三角錐、頂点ここっていうふうに、頂点を共通として、底面がこれとこれっていう2つの三角錐に分けられるので、結果的に、この三角柱をこちらにあった。3つの同じ体積の三角錐に分けることができたと。いうことは、底面が同じで、高さが同じ柱の3分の1であるということが、まあ、一般的な直方体でも説明できましたということになります。では、ご質問の円の面積がなぜ、πr 二乗、半径×半径×π 3.14 かということに対してお答えしたいと思います。まずその前に、円周を出す式として、直径 ×π、直径 ×円周率で出るんですが、それはなぜですかと、今までたくさんの生徒に聞いてきましたが、ちゃんと答えてくれた人は、一人もいなかったかなっていう感じなんですが、なぜ円周は直径 ×円周率 π で出るのでしょうかという質問に対する、正しい答えは、当たり前じゃんと。それで正解ですと。じゃあどうして当たり前なのかっていうと、そもそも円周率の定義がしっかり分かっていればそれでも当たり前です。で、円周率の定義が何って聞いてもあんまり答えてくれる人はいませんでしたと。率っていう言葉がある以上、割合を示す言葉で、なんとか率っていうのはこの言葉が分子にきますと。勝率だったら試合数分の勝ち出しと。合格率だったら合格した人が分子で、分母が受験者というふうに、率っていう言葉はこっちが分子なんで円周。じゃあ円周率の場合の分母はっていうと直径ですと。これが円周率の定義ですと。なんで、この式で円周が出るのはそれは当たり前ですよねと。ということで円周は直径×円周率で出ますと。じゃあ円の面積をがなぜ半径×半径×π なのかっていうと、円を今まあ例えば8等分したとします。8等分して並べ替えてあげると、1,2,3,4,5,6,7,8 等分して並べ替えると、これはまあ半径ですと。で、ここの長さは円周のちょうど半分なんで、直径×π×2分の1と。で、直径と2分の1は半径×π に変えられると。で、これ今8等分だからこんな形で面積出せませんが、これ8等分じゃなく、まあ、例えば1兆等分したらもうこのペン1本でも太すぎるぐらいになってしまいますが、まあ、こんなんじゃ1兆等分にもなってませんが、まあ、こう同じように並べ替えてあげていったときに、もしも1兆等分ならここってまっすぐと認めていいですかって聞くと、小学生認めていいっていう人と認めちゃダメだという人がいて、もちろん両方とももっともだと思うんですが、じゃあ認めちゃダメだっていう人に対して、じゃあそしたら私と君と1メートル離れて向き合った時に正面向き合えないねと。なぜって言ったら、地球は丸い、地球一周4万キロってことは、4000万メートル、1メートル離れて向かい合うってことは
4000万等分した弧の上に私と決めたっていう、斜めになってるかい、まあ厳密にはなってるのかもしれませんが、まあ4000万等分程度でもうほぼ斜めさを感じない、だったら別にこれ1丁でも1径でも1無常対数等分しても別に構わないんだったら、もはやそれはもう正面向き合ってると考えていいよねと、これがものすごくちっちゃくなってくるんだったらもう正面向き合ってるねと、じゃあここはまっすぐと認めてくださいと、そこはもう認めてくださいでお願いするしかありませんと。じゃあそしたらこれは半径かける π で、ここは半径で、でさらにこれものすごく細かくしたらこれはもうここ90度にほぼなっちゃうよねと。とすればこの図形は円を細かく切って互い違いに並べていった図形は長方形にと認めていいですよねっていうことで、円の面積は半径×半径×π で出ますということです。これでまあよろしいでしょうかと。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。